逆に裏年の場合はね、夏芽が結構バンバン出てくるっていうのがあるんですけど、まあ今年は表年なんで夏芽が出てきてないと。ただね、この後秋芽も出てきてます。で、そこら辺を見ながらですね、この夏日を耐えるタイミングっていうのをですね、ちょっとお伝えしていきます。今回使うのが、こちらが菜種油かすですね。こちらを使っていきます。で、それと、こちらが生ぬかですね。こちら、この2つの、配合ですね、5対5の配合、ハイブリッドでね、作ったものをですね、与えていきたいと思います。こちらを撒いていくんですけど、これないよっていう方はですね、まあ、今年ぼかし肥料を作ってる方いると思います。まあ、僕の動画でですね、ぼかしね、たくさんの方がね作ったっていうコメントをいただいたんで、まあ、ぼかし肥料でいいと思います。で、ぼかし肥料を作った方ね、なんでぼかし肥料を撒いてくんないのって思うかもしれないんですけど、ぼかしで問題ないんで、本当問題ないので、撒く量もね、あんま変わらないので、そこら辺参考に、しながらですね、一緒にね、撒いていただければと思います。はい、おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今日はですね、まだまだ間に合う夏日ですね。夏日まだ与えてくださいということで、ちょっとね、お伝えしていきたいと思います。で、もう8月のね、お盆が終わってですね、下旬に差し掛かってきてます。ただですね、まだ気温も高くてですね、夏芽の新長というのがですね、著しいと思います。で、この夏芽もですね、実がたくさんね、ついている、表年の木、そういったものを管理している、例えばレモン、みかん、柚子ですね、こういったような木をね、管理している方はですね、夏芽がそれほど出てないと思うんですね。で、まあそのね、なんで出ないのかっていうのはですね、まあ後ほどちょっとお伝えしますけど、裏年に入っている木ですね、実があまり、ついていない。例えばですね、一つの枝に、実がついても1個か2個、ね、で、実がついてない枝がたくさんついているとかですね、そういうね、木を管理している方はですね、夏芽がたくさん出てると思います。で、これはですね、この夏の気温が非常に高いというのがですね、影響しているので、まあ、枝の身長が高くてです、枝の身長がですね、著しく、まあ、伸びると。まあ、そういうことがね、起こってるんですね。で、まあ、この枝をね、剪定するっていうこともね、以前もお伝えしたと思うんですけど、まあ、そもそも論ですね、夏日はですね、上げるタイミングというのがあるんですね。で、この夏日を上げるタイミングと秋日を上げるタイミングっていうのがあるんですけど、夏日はですね、まあ、実はこの季節的に言うとですね、この6月と8月の2回巻きというのがあります。で、8月のこの、夏日はですね、まだまだ与えることができるのであげましょうということなんですね。で、これはまだ夏の気温が非常に高くて夏芽の身長が著しいので与えてくださいということなんです。ここがポイントなんですね。で、このあげるタイミング、与えるタイミングというのがですね、この夏芽の身長というのが、例えば今ね、夏芽、この6月から出てきたものはですね、もうほぼほぼ緑化してですね、青く、硬く、光合成ができる、しっかりとしたね、枝に変わってると思います。ただですね、例えば7月からですね、7月の下旬、8月の上旬にかけてですね、出てきた夏芽に関してはですね、まだまだ黄緑色の、まあこちらがですね、若い芽ということで、まだこれからね、緑化をしていく。そういう芽に変わるんですね。この緑化が60日ぐらいかかるわけですね。で、この緑化をするにあたって、まあ、栄養をですね、たくさん使うというのがですね、夏芽の特徴なんです。ですから、栄養をたくさん使って、水分も、たくさん使って、で、この暑さですね、日の光、こういったものに関してですね、
しっかりとですね、光合成をしていくというのが大事なんですね。光合成をして、株にしっかりと栄養を与えていく、糖分を、補給するということがですね、重要になってくるんですね。で、ここら辺のところがですね、非常にポイントになっててですね、で、この、夏芽が、出てくるにあたって、この実がついているものと夏芽、どちらに栄養が起こっていくのかというと、この栄養の競争というのが起こってですね、で夏芽の方に、実はですね、この栄養が、集中的に送られていく、実の方に送られていくわけではないんですね。実の方にも送られてはいくんですけど、夏芽の方に送られていくっていうのがね、まあ、この、木の整理ですね、この整理をよく理解しておくとですね、この夏の暑い時期ですね、まだまだ夏芽が伸長しているので、そちらの方に栄養を送りやすくなるので、夏日をしっかりと与えておきましょう。ということでですね、まだまだ遅くないので、しっかりと、この夏日をですね、与えておいてください。これがポイントになります。で、ここのところをですね、やっておかないとですね、まあ、例えば生理落下が起こってきたりとかですね、そういった原因にもなるので、そういったものを抑制するためにもですね、夏日、この夏の肥料ですね、与えるようにします。で、僕がね、以前からよくね、お伝えしている夏日に関しては、植物性の、堆肥ですね。これは、嫌気性のぼかし肥料、またはですね、米ぬかと油かすを5対5にブレンドした、有機肥料ですね。ブレンド肥料ですね。そういったものも与えるようにしてます。で、ここら辺のところがですね、顕著に働きます。で、働くというのはですね、この米ぬかの中にはですね、豊富な微量要素というのがたくさん含まれてます。もちろん窒素、リン酸、カリウムという三大要素以外にもですね、たくさんの微量要素というのがたくさん含まれてます。で、こういった要素をですね、株に与えることによってですね、顕著に株が反応していくと、こういったことが起こるんですね。で、さらにですね、まあおすすめなのがですね、まあ、これはですね、カキ殻有機石灰ですね。これも、非常に有効な資材になります。で、これはですね、夏日の中で、例えば嫌気性のぼかし肥料、先ほど言ったブレンド肥料もそうなんですけど、それと合わせて一緒に与える、こういったものも有効になります。これもですね、夏日の与える量ですね、こういったものもですね、たくさん与えてもらって構いません。で、土の中にですね、しっかりすき込んでおくというのが大事です。で、中にはですね、有機化成肥料とかですね、化成肥料オール8とかですね、そういったものを与える方もいらっしゃると思うので、そちらでも、十分、補うことはできるんですけど、まあ、有機化成の場合はですね、微量要素というのが含まれてます。マンガン、ホウ素、こういったものもしっかりと含まれてますので、微量要素の補給というのはできるんですけど、化成肥料オール8に関してはですね、微量要素自体がそれほどでもないので、やはりですね、先ほど言った有機化成、有機化成ではなくてですね、カキ殻有機石灰とかですね、そういったものをね、含んでいるものを、畑に、要は果樹園の中にですね、投入してあげると非常に有効になるので、まだまだこういったものをね、与えるといいと思います。で、このように、夏日というのをですね、この枝の身長とかですね、葉っぱの出方というのを出て、見ておいてですね、で、そこら辺を参考にしながらですね、与える時期というのを見極めるといいと思います。で、これに合わせて灌水、そして剪定、そういったものをですね、こまめに行っていくといいと思います。で、夏場の剪定は本当に大変です。ですから、この夏から秋に出てくる枝ですね、この夏枝、秋枝、これは夏秋松というね、枝になります。で、この枝は、徐々にですね、抜いてあげてください。で、これ抜くというのはですね、まあ以前からお伝えしてますけど、樹高が高くなります。みかんもレモンも柚子もそうですけど、放置しておくとですね、
ものの、そうですね、3年、5年もするとですね、樹高がですね、4メートル、5メートルと高くなってですね、もう木がですね、管理できなくなります。ですから、そういったものを抑制するために、しっかりと枝の側枝から出てきたものはですね、抜いておく。こういったことをやっておくと、いいでしょうね。で、ちなみにですね、今、8月の下旬に、入っていこうとしてますね。で、そうすると、今度どういうのが起こってくるのかっていうことなんですけど、今度はね、秋芽というのが出てきます。この秋芽というのはですね、ひょろひょろっとした芽なんですね。まあ、この秋芽はですね、基本的にほぼ摘みます。生産性が低いので摘んでおきます。で、これを摘んでですね、来年の春以降にですね、春芽というのを芽吹かせるようにしていくので、秋芽に関しては摘みます。で、この秋芽が出てきた頃ですね、またさらに秋の根っこというのが伸びていくんですね。で、この秋の根っこっていうのが最終的に来年の春の根っこを伸ばす重要な役割を果たします。で、そのために重要になるのが秋日というふうになるんですね。で、この秋芽と秋日、夏芽と夏日、春芽と春日、このような関係性というのがあるので、年に3回または4回しっかりと肥料を与えてあげましょうというのが、柑橘になります。ですから、この柑橘はですね、もともと大きく言われているのが肥料食いというふうに言われてるんですね。肥料をたくさん吸います。そして水分もたくさん吸います。光合成も豊かに行います。葉っぱを大事にします。そして、春の枝をしっかり大事にしてあげることによってですね、来年花を咲かせて実を着火させるというふうになってくるので、そこら辺をですね、しっかり管理してあげましょう。で、この8月以降の秋芽に関してはですね、しっかりと芽を描いてあげてですね、8月から9月、10月にかけてですね、まあ、10月、僕の場合はですね、10月の中下旬から11月の上旬ぐらいにかけて秋日というのを秋のお礼日、1年間お疲れ様でしたということでですね、しっかりとたっぷりと、秋日というのを与えるようにしてます。肥料に関しては先ほどと同じような肥料をですね、たっぷりと与えるようにしてます。そして今度はですね、冬の管理というふうに入ってきます。で、これが冬の防寒対策という、まあ1年の中でですね、柑橘の中で一番大事な時期に入っていきますので、まあそこら辺のところもですね、まあその時期になってきたらですね、しっかりとお伝えはしていきますけど、ここ何年かですね、その防寒対策というところでですね、しっかりとお伝えもしてますので、そういったところもですね、興味がある方はぜひ、動画の方をご視聴いただいてですね、参考にしていただければと思います。まあその前にですね、秋日というのがあるので、まあこの秋ですね、そこら辺のところもですね、しっかりと、見ておいてですね、参考にしていただければと思います。で、まだまだ間に合う夏日ですね。こちらの方も、忘れずに与えてみてください。ということでですね、今日はですね、まだまだ間に合う、夏日、与えてない方は、この8月与えてみましょうということでですね、お伝えさせていただきました。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。で、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。